しなやかで、なおかつスポーツバージョンなのでしっかり腰を出してるっていうイメージが ありました。どちらかというと乗り心地を非常に重視しながらもコーナーリングのロール剛性を向上させて、安定感としっかり感をさらに上げたという印象です。はい、乗せていただいた時にはもう5000回転以上の伸びがものすごくあったんで、ちょっとこう騙されてるのかなと思うぐらい、逆にターボとかスーパーチャージャーがついてるのかなと思うぐらい5000以上 の伸びが強烈だったんで、非常に驚きました。でもちろん低速中速もしっかりトルクもありますし、普段使いでしたらもう上のギアで、マニュアルなのでね、上のギアでずっと維持して走ることも十分可能なぐらいトルク出てますし、かつ、先ほども言いましたように5000回転以上 の伸びっていうのはとにかく衝撃でした。シートはですね、非常にオールマイティな形をしてるなっていう印象で、硬すぎず柔らかすぎず、やっぱりその外観に、沿うような、やはりスポーツセダンっていうイメージを持ちながら、必要なところをしっかりホールドさせているので、変に窮屈感っていうか、しっかり体をこうずっと固定されてしまってるなっていう形状ではないんですけど、肝心なところ、勘どころだけはしっかり、ホールドしてる、抑えてるなっていうシートだと思います。はい、ウルトラスエードという材質を投入されたということなんですけど、非常に何ていうんですかね、上質な、いわゆるベルベットの感触以上に柔らかくて、何ていうんですかね、触り心地が良くて、逆にこうちょっとスピードを上げようと思う感じじゃなくなるぐらい優しい手触りなので、これからのなんか主流になるような気がします。